今回は、業務スーパーで買った、フライドポテト、ストレートカットを、油で揚げます。やけど防止のため、油が冷たいうちにポテトを、投入します。美味しそうなゴールデンブラウンになりましたね。最後に塩をかけて、出来上がりです。